摂津市は、大阪府の北摂三島地域に位置するし、本校では、市政前の名称である三島町についても述べる。大阪市の北東端に隣接し、大阪都心から10キロメートル圏内にある、東海道新幹線の取替車両基地、水田総車場跡地、阪急電鉄小弱工場がある。大阪府の中北部、淀川右岸に位置する。地域は、 くさび方ないしで点に似た形で面積14.87平方キロメートルと狭いしである。市の北端を阪急京都線、東海道本線が東西に通り、市の中央を大阪モノレール線が南北に通る。川は市の南端を淀川が北東から西へ流れ、 南西端の大阪市東淀川区との境で、淀川から神崎川が分流されている。また、市の中央を東西に藍川が流れ、北の北と九陵から流れてきた、大正川、山田川、小尺川が合流する。藍川摂津市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。国名、摂津国から。三島市として市政施行したが、静岡県に同盟の自治体が存在するため、即日解消した。摂津市と同じく国名を採用した大阪府の市町村には、1933年4月1日に、 発足した千木郡泉町と1955年1月15日に発足した河内市がある。三島町時代の町長を含む。なお、衆議院小選挙区は隣接する水田市とともに大阪府第7区を構成する。定数は19人。2018年7月21日時点での開派構成は以下の通り。 東海道新幹線取り替え車両基地2本、郵便郵貯銀行設置市内の郵便番号は、566から 00xx となっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、1.54%減の83,696人であり、増減率は、不可43市町村中30位、72、行政区域中52位、 北部を阪急京都本線と東海道本線、中央部を東海道新幹線が東西方向に通り、中央部を南北方向に縦断する形で大阪モノレール本線が通っている。南節駅を除くすべての旅客駅が愛川北、古くからの市街地である旧真下町の町境沿いに所在する。地域東部の取り替え地区は、 鉄道駅から遠いためバスに頼ることが多く、阪急バス、近鉄バス、京阪バスが運行している。千里岡駅、南摂津駅など、摂津市内の各鉄道駅との連絡もあるが、茨城市にある阪急茨城市駅、JR 茨城駅との連絡も多い。また、摂津市と近鉄バスが、JR 千里岡駅から省弱、江口橋、摂津市役所を経て、 千里岡駅へ戻る、市内循環バスを走らせている。なお、近鉄バスは、市内東別府の新幹線線路沿いに、鳥会営業所と整備工場を設けている。京阪バスは、JR 茨城駅から、淀川新橋を渡って、根谷川市駅へ至る。その他、摂津市と阪急バスが、コミュニティバスとして、公共施設巡回バス設備号を運行している。 市域南西部の別府地区は東淀川区と隣接しているが、大阪シティバスに市境を走る路線があり、その停留所の一部が摂津市側に設置されている。そのため、大阪シティバスの利用者も多く、東淀川区内の阪急上新城駅、大阪メトロ、今里筋、仙随港四丁目駅、板下野駅への連絡などに利用されている。 大阪府道2号大阪中央環状線が地域を南北に縦断し、中心的役割を果たしている。ただし、鳥海大橋周辺は大阪府下で有数のボトルネックであり、渋滞が頻発する。1950年代の有料時代から、ある北高車線の鳥海大橋は、現在、掛け替え工事が実施されている。 地域を走る国道は高速自動車国道の近畿、自動車道のみで、一般国道は存在しないが、主要地方道が6路線あり、近年になってから重要視されてきたことが伺える。国道高速自動車国道近畿自動車道が南北に縦断し、二つのインターチェンジを有する。ただし、接着したインターチェンジは、地域の北方にあり、松原方向との行き来のみ、 摂津南インターチェンジは、地域の南方にあり、水田方面との行き来のみのハーフインターチェンジとなっており、摂津市民にとっては使いづらくなっている。したがって、水田インターチェンジや大東鶴見インターチェンジがよく使われる。大阪市内へは、鳥海大橋を経て、阪神高速道路12号森口線、森口出入口が近い。 一般道の鳥海大橋同様、接津北または接津南付近がボトルネックであるため渋滞しやすい。不動。ありがとうございます。